写真拡大。 DeNA の三浦大輔二軍監督が30日未病番長として横浜みなとみらいのクイーンズスクエアで行われたトークショーに登場した。未病とは健康と病気の間の状態を指す言葉で、三浦氏は日頃の健康管理を呼びかける神奈川県の取り組みとして今年8月に未病番長を襲名していた。この日は健康チャレンジフェア神奈川2019のイベントで日頃の健康管理や未病改善についてトーク。未病番長ですから病気になるわけにいかないと、引き締まった体型を維持する自身の心がけなどを明かした。寮での食事など球団全体で栄養管理に取り組んでいることをアピールし、一人でも多く一軍に行ってくれればとの願いを言った。